どうも皆さんこんにちは、アヒアです。今回ちょっと皆さんにねご紹介したいカメラがあるんですけれども、それがですねこちらソニー RX100M7 というねカメラになっております。ちょっとねこれ今ねソニーさんからお貸し出ししていただいてるんですけれども、ちょっとね僕興味あってちょっと貸してくださいって言ってねお借りできたんですけれども、このカメラね5年前とか結構前のモデルなんですけれども、めちゃめちゃいいコンディションなんですよね。なのでちょっと皆さんにこれをご紹介させていただけたらなというふうに思っております。まあ、僕普段ですねこういったね GR3X とかで、あとはまあソニー ZV-1M2 とか、こういったコンディションは使ってるんですけど、まあその他にもね今撮ってる FX3 とか、まあ、α7M4 とかね結構いろいろと使っておりまして、でこのね RX100M7 結構前から気にはなっていたんですよ。なってたんですけど、なかなか使える機会がなくてね、ちょっとねお借りすることができたんでね、たっぷり使ってみたんですけど、いやーすごかったね。実はね僕大学の時にゼミの先生が多分ね当時 RX100 シリーズをねずっと使ってたんですよね。でそれで撮ってくれた写真とかをちょっと共有してくれたりしていて、うわなんかすごい綺麗だな、あんなちっちゃいのに小型だなって、当時はねすごくなんかすごいなぐらいでしか思ってなかったんですけど、実際使ってみたらね使う理由が分かってきたなっていうか、まあ僕もねこのカメラいやすごくちょっとみんなにもおすすめできるかもっていうふうに思ってきましたので、まあちょっとねこのカメラってどういったものなのか、まあ結構前のカメラにはなるのに、こういったスペックがあるんだよっていうところをねちょっと皆さんにね、ご紹介できればなというふうに思っております。というわけでですね、この RX100M7 ってどんなカメラなのかっていうところをね皆さんと一緒におさらいしていきたいんですけれども、まずですねスペックがこんな感じになっておりますと、有効画素数が2010万画素ですね。でセンサーサイズは1インチの CMOS センサーとなっております。なので ZV-1 シリーズとほぼ一緒ですね。でこのカメラの焦点距離がですね 24mm200mm f2.8 から f4.5 というところで、めちゃめちゃねズームができます。はい、最大ズーム伸ばすとこんだけ伸びて、これを戻すと、はい、24mm でこの辺ですね。 24200mm f2.8 から f4.5 っていう、めちゃめちゃ大丈夫ですかこれ、いいですかみたいな感じのものになっていますね。そしてですね AF がものすごく速くてですね、まあ世界最多357点の増面操作検出 AF と425点のコントラスト AF のまあハイブリッドみたいな感じになってるんですよね。まあ非常にオートフォーカスの性能と速度が素晴らしいものになっておりまして、でまあ α9 っていうね、まあソニーのまあ連写とか、まあこうスピード撮影ができるようなところのモデルでも採用されている最高20コマ毎秒の1秒で20コマの連写性能が可能っていうね、まあこれは電子シャッターのみになるんですけど、それぐらいこう素早いシャッターがね切れるようなカメラになっております。でそれなりに動画性能も良くてですね、 4K30 フレームの記録が可能であったりとか、 S-Log3 というね、まあ、ログの撮影にも対応しておりますと。でこれ驚いたのが最高 960fps、まあ、約40倍のスーパースローモーションもできる、めちゃめちゃスローモーションにも特化した撮影ができるカメラですね。で重量が 302g で、新品が今16万5000円ぐらいで、中古がまあ大体14万円前後ぐらいになっているカメラになっておりますと。っていうね、まあ、結構なハイエンドなスペックのカメラになっているんですよね。このコンパクトさで入っているっていうところですごく素晴らしいなと思うんですけれども、昨今のカメラ市場の中でも普通にこのスペックは結構今でもやばいよねって思えるぐらいのものなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ソニーのコンデジの中でもですね、まあ、高級コンデジになると思うので、まあ、結構フラッグシップというかまあハイブリッドで割とね誰でも簡単に買えるようなカメラっていうポジションではないんですけれども、まあ、5年ぐらい前のカメラでもここまでのね性能が今でも引き継がれていて、で今はね新しくは出てなくて、まあ、ちょっと ZV-1 にこうリソースを割きたいっていうのと、まあ、ちょっとね、まあ、これでももう十分なスペックになってるので、一旦今は出てないのかな、まあ、いつか出てくれるとねすごくいいなというふうに思いますね。というわけでですね、じゃあ実際にこのカメラで撮れるね作例どんなもんじゃっていうところで、ちょっと撮って出しのね作例をね一回皆さんにご覧いただけたらなというふうに思っております。こんな感じです。はい、という感じでいかがでしょうか。取っ手出しでも全然綺麗ですよね。やっぱり 24mm から 200mm の画角のレンジになるので、こう表現できるものがすごく多かったんじゃないかなというふうに思いますね。じゃあここからですね、このカメラの素晴らしいところをね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。僕がね、気に入っているところが結構ハード面になるんですよね。中身のソフトっていうよりもハードのところがすごく好きなんですけど、例えばですね、ここのね、ファインダーを開くと、ファインダーが出てくるんですよ。これで、はい、写真をこう覗いてね撮影をすることができるんですよね。でこれを閉じればこのまま電源も切れていくという風なものになっております。こんな感じ
でファインダーを開ければ逆にこれで電源がつくと、であとは電源ボタンもあるのでそれも自由にできるみたいな感じになっています。ここがめちゃめちゃいいですね。まあファインダー自体もですね、まあそれなりに画質はね良くて全然ね、見やすいです。でやっぱり外の撮影とかでこういうコンデジっていうのは、まあやっぱこうモニターのね明るさとか、まあ解像度ってそこまで、特にこの GR とかね、やっぱりモニターの画質が良くないんですよね、そこまでね。なのでやっぱこうファインダーでしっかりと覗いて、こう撮影体験の向上とか眩しいところでも撮りやすかったりとか、まあそもそも結構綺麗なので撮っててイメージが湧きやすかったりとか、なんかそういったところで結構こういったねミラーレス一眼のようなこうファインダーがねあるようなカメラと同じようなこうやり方で撮れるっていうのがすごく、いいんじゃないかなというふうに思いますね。でこの RX100M7 のいいところはこのモニターなんですけど、まずチルトできますね。でここをガガンと出せるんですよ。ここまで開けるんですよね。この可動範囲すごくない？でなんでこうなってるかっていうと、これがですねこうなるからなんですよ。これで自撮りもできるんですよね。ちょっと撮ってみようか。いった写真でもね綺麗に自撮りができます。はい、こんな感じでですね、自撮りの撮影も、することができます。なので非常に僕はねこれで使って自撮りもたくさんしておりました。で極めつきにはこれですね、フラッシュが出るんですよ。内蔵ストロボが出るので、わかるかな、あの今ね動画だとわからんかな。はい、これもちょっとね、セルフィーでやってみるんですけれども、はい、こんな感じでですね、フラッシュの撮影ができますので、ストロボを焚くようなこう演出というか、まあ、そういった表現もできるので、まあ、夜とかの撮影にはすごくいいし、まあ、結構ね、まあ、TikTok とかでも今デジカメ流行ってるじゃないですか、コンデジとか。なんかそういうのってやっぱこういうねちょっと平成っぽいようなこう映り方をね求めてる人多いと思うんですけれども、そういったねこうこともできるような、カメラになっているので、なんかね撮影体験が面白いコンデジなんですよね。ここがねやっぱめちゃめちゃいいかな。というのもやっぱ GR とかめちゃめちゃ絵は綺麗なんですよ。こんな感じで超綺麗に撮れるんだけど、こうモニターの画質がねあんまり良くなかったりとか、ファインダーもないしストロボもないんで、ほんまにこのモニターをね見て撮っていくみたいな、まあ、それがねこの小型さでこの価格に収まってるんかなと思うんですけど、やっぱねこっちの方がね撮影体験っていうのは良かったりしますね。でもちろんねこの ZV-1 とかもですね、まあ、ファインダーがなかったりとか、まあ、動画用のカメラになっているので、まあ、フリップはできるんだけれども、まあ、あのやっぱりねこうちょっと撮影体験っていうところはやっぱ物足りないカメラにはなっています。そういったところではこのソニーの RX100M7 はやっぱねこの辺をフルに稼働していくとめちゃめちゃすごくね楽しいですね。こうやってたくさん撮ってました。でやっぱりですねここのねズームですよね、 200mm までいけちゃうっていう、ここの幅がすごくいいなっていう風に思いますね。まあ、24-200 なんで超望遠までできちゃうので、それこそですねこういうね一眼ミラーレスだったらこれが 70mm200mm のレンズになるんですね。ここまでもカバーしつつ、例えばねこの 50mm レンズ、そして 35mm とか、本当に非常にね多くの焦点距離を1本でカバーすることができますので、これはねもうめちゃめちゃ表現幅が広がるなというふうに思いましたね。すごくすごく、撮影をしていてすごくね楽しいなというふうに思います。で他にですね僕がね結構好きなところで言うと、ここのレバーで F 値とか、まあ、あの設定できるんですけど、ここのダイヤルでいろいろと変えることができるんですよね。ここで F 値を変えたりすることができるんですけど、ここも非常に使いやすいですし、背面ダイヤルもしっかりあるので結構ねいろんな操作っていうのが、まあ、すぐにねできるっていうところで非常にまあやりやすかったなっていうふうに思いますね。でそしてですね、まあ、やっぱり動画もねしっかりと撮れるっていうところが僕はね非常に好きなポイントにはなっております。まあ、ちょっと画質面においてはねちょっと後で紹介するんですけれども、 4K の撮影ができる、そしてスローモーションですね。まあ、やっぱりねこの 960fps っていうね表現がなかなかできないので、まあ、画質はねちょっとかなり荒くはなっちゃうんですけれども、まあ、このねこう撮影はなかなかね他のカメラじゃできないんで、ちょっとこういろんなものをこうスローで見たい時とかねすごくね楽しめるところはめちゃめちゃあるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、まあ、こういったところがね、まあ、主に僕がね気に入ってるポイントになるんですけれども、実際にね僕が撮ってきた写真をさらに見てもらいたいなというふうに思います。次はちょっとねレタッチというか、まあ、加工とかもしたような写真になるんですけど、一回ねちょっと見てもらえたらと思います。
はい、という感じでいかがだったでしょうか。まあ正直ね、もう桜見てもらうのが一番早いと思うんで、ちょっと見てもらったんですけれども、非常に綺麗ですよね。まあ特に写真がねすごく綺麗で、全然ねこう持ち出して撮れるクオリティにしてはすごくね、いいものなんじゃないかなというふうに思います。でここからですね、ちょっとね僕が気になったところ、まあ最新のカメラを使ってる僕からした、ちょっとね気になるところですね、そういったところもご紹介していけたらなというふうに思います。まあまず一個気になったところで言うと、アンブノイズが乗りやすいんですよね、このカメラ。やっぱね暗いところで撮影をするとノイズが結構目立ちますね。このね車の車内の動画とか見てもらいたいんですけど、結構ノイズ乗ってますよね。全然日中で撮影してるんですけれども、まあ、こう暗いところになるとちょっとノイズが発生しやすかったりはしてしまいますね。まあ、ただこれはまあライトルームのこうノイズリダクションとかをすれば、まあ、全然ね綺麗にはなるんですけれども、まあ、ちょっとねそういう編集とかが必要になってきたりとか、まあ割と、暗いところには弱いかなと、まあ、そういった時はやっぱしっかりとこうフラッシュをね出して撮ってあげた方がいいのかなっていう風にはしましたね。であとはねやっぱね僕はね GR を使ってるんでボケの量が少ないと思いますね。どうしてもね仕方ない、これは仕方ないんだけど、まあ、やっぱ GR とかを使ってる身からするとこれ APS-C センサーで、このね1インチよりももっともっとでかいセンサーサイズになるんですよね。でセンサーのサイズが大きくなればなるほど、まあ、ボケの量も多かったりとか、こう暗いところでも強く撮影がねできたりするんですよね。ノイズが少なく撮っていくことができるんですけど、まあ、GR に比べるとやっぱりこうノイズも乗りやすいし、まあ、ボケの量も少ないかなっていうふうには正直思ってはしまいました。まあ、結構ね望遠側にぼかそうとして撮ってみたものの、まあ、めちゃめちゃボケてるわけじゃないよなと、背景がトロンってしてるわけではなく、割とこう望遠で圧縮しましたっていう写真に、ね、なるような感じの雰囲気かなっていうふうには思いますね。であとはですね、まあ、このカメラね非常に今でも全然十分使えるんですけれども、このメニュー構成がですね旧型のねタイプのメニューの構成になっております。こんな感じでですね、メニューの画面が結構ね1個前の世代のカメラのものになってるんですよ。それこそアルファで言うと 7M3 とか 7S2 とかかな、そういったところになると思うんですけど、このね ZV-1 に関してはね、それがね最近のものになっていて、わかるかな、ちょっとねこっちはね結構縦軸のもので結構カラフルでよりわかりやすいんですよね、こっちの方がね。まあ、この違いね結構ソニーユーザーの方も大きく違いを感じると思うんですよ。僕もね FX3 とか α7M4 も全部こう最新の方のねメニュー構成になっていて、まあ、そっちに結構もう慣れちゃってるし、そっちの方が使いやすいので、まあ、ここに来てちょっと旧型を使うと、まあ、若干、まあ、懐かしさもあるんだけど、まあ、やっぱね最新の方が圧倒的に使いやすい感じはしますね。であと、まあ、ちょっと強いて言うなら、まあ、バッテリーの減りが早めかな。ただバッテリー自体はすごく良くて、このね ZV-1 シリーズと同じねこのバッテリーになるんですけれども、このバッテリーの減りは、まあ、特に動画を撮ると、まあ、結構ね減りは早いかなっていう風な印象は持ちました。まあ、っていうのがね、まあ、僕は結構、まあ、もしねこのカメラ気になって買いたいっていう方に、ちょっと伝えておきたい注意点にはなっていますね。というわけで最後にですね、ちょっとね動画のところにフォーカスをした、お話をねしていきたいなという風に思っております。まあ、まずですね、この RX100M7、まあ、RX シリーズっていうのはソニーさんがまあ写真用と向けに作られたモデルですよね。で一方でこの ZV-1 シリーズはどちらかというと動画向けで作られた、両方ともコンデジ、1インチセンサーのコンデジになっていますね。じゃあこの2つで動画はどういう風に違うのかっていうところと、まあ、動画撮るならねやっぱりこっちの方がおすすめな理由っていうのを最後にねお伝えしていきたいなという風に思います。まあ、一旦ちょっとね2つ取り比べてみたものがあるんで、一回ねそちら見てみてください。はい、というわけでですね、今こちらが ZV-1M2、 そして RX100M7 で自撮りしてみております。いかがでしょうか。こっち 24mm なんでやっぱりねちょっと画角が狭いかな。でこっちが 20mm なんでちょっと広めかなと思います。はい、で両方とも今 F2.8 で撮影をしております。どうでしょう、どうかな、画質はあんま変わらんかな。ちょっとね ZV-1M2 の方を開放にしてみたいと思います。 1.8 にしてみましょう。はい、これでですね F1.8 になりましたので、こっちの方がやっぱボケてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、でも 24mm だからちょっとボケは目立つのかなとは思いつつ、どうでしょうか。まあ、普通に画質はねそんなめちゃめちゃ変わるって感じなのかな。はい、画質の方いかがでしょうか。結構ね両方とも今 S-Log3 で撮ってるんですけど、結構変わるのかな。そんなにね大きくは変わらないと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、という感じでこんな感じでちょっとね、まあ、多少とも違うかなというふうに思います。で Vlog カムの ZV-1M2 に関しても、一応ですね最新のメニュー構成にはなってるんですけど、まあ両方 S-Log3 が撮れるとはいえ1個前の S-Log3 というかちょっとねこう BionzXR っていうものが入っていないんでもややこしいんですけど、まあ色味に関してはちょっと1個前になってしまうっていうところが、まあ、あるんだなというふうに思っておいてもらえたらなというふうに思います。でやっぱりですね内蔵マイクに関してはね ZV-1M2 の方がいいなっていうふうに思いますし、やっぱりねこのバリアングルになることによってこうですねマイクをねつけれたりとか、まあ、あとはねレックをした時にタリーランプがつくんですよね。こういうふうにレックをしたとしてもここにねタリーランプがつくので、でこっちもね赤く表示があったりとか、ここの上面のねレックボタンがでかかったりと、やっぱりね動画の撮影にはやっぱこっちの方がね断然適してるなっていうふうには思いますね。レックボタンこっちはあるんですけど、ここにめちゃめちゃちっちゃくちょこんってあるだけなんですよね。これがねすごくね押しにくい、やっぱこうセルフィーしながらレックボタンを押せないっていうのもねあったりするので、そこはねちょっとあれかな。で あとねあれやもう一個あったわ、あのねこのね ZV-1M2 は USB-C 給電なんですよね。これがめちゃめちゃいいんだけど、これがねですね USB マイクロ USB になるのかなって感じになるので、すごいもう僕持ってないからそういう端子を、だからちょっと充電がめちゃめちゃ困ってますね。バッテリーをこっちに入れて今こっちで充電して、それをこっちで使うみたいなことをやっております。まあっていう感じで結構まあもろもろ含めると、やっぱ動画はねどうしてもねもう ZV-1M2 の方がねいいかなっていうふうに思いますね。なので動画をメインでやるんやったら絶対こっちになるんですけど、でもどっちかっていうともうほんまに写真、友達との思いを残したり旅行に行った時に1台だけ気軽に持っていきたいっていう方にはやっぱこれがね非常にまあおすすめできる、カメラに、ね、なってるかなっていうふうに思いますね。まあほんまにこのファインダーと、そしてこのフラッシュと、でこのセルフィーができるモニターとね、いろいろついていて、撮影体験はねもう最高に素晴らしいカメラになっているので、まあ、そこはね本当にこの RX100M7 の方が素晴らしいかなというふうに思います。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ねこの RX100M7 についてねご紹介をさせていただいたんですけれども、今回ですねこのカメラを使ってみて気づいたことがあります。僕にはね RX100M5 の方がいいのかもと思いました。今ね RX100M7 まで出ていて6、5、3とかもあるんですけど、5が結構いいんですよね。で5、5A っていうものがあるみたいなんですけど、その 5A っていうのが結構良さそうなんですよね。でこっちもねぜひ皆さん知っといてもらいたいんですけど、この RX100M5 の方はですね 2470mm になるんですね。で 2470mm の F1.8 から F2.8 になるんですよ。なのでこっちの方が明るいんですよね。なのでよりボケると思うんですよ。僕 200mm はあんまりいらんなっていう風に思ってたし、もうちょいボケてほしいなって思ってたんで、こっちの方がいい気がしましたね。結構違うと思うし、価格もこっちだったら中古で8万円ぐらいで購入することができます。今もこれディスコになったのかな、なんですけど、まあ、中古市場でも結構安めに手に入るので、ちょっと僕こっち買おうかなっていう風に思っております。中古でまあ分からへんけどね、まあ、ちょっとこっちも使ってみたいんで、まあ、RX100M7 ももちろんこっちも素晴らしいし、まあ、こっち買えるならこっちの方がいいような気はするんですけれども、まあ、よりねこうボケ感を求めるとか、 GR を使ってみてる身からするとちょっとセンサーサイズの小ささと、ちょっとね FG のクラスターがちょっとこっちでは気になっちゃったので、それだったら RX100M5 の方が、いいのかなと、そっちの方が僕には合ってるのかなというふうに思ったんで、ちょっと機会があればこっちもねちょっとあの使ってみたいなというふうに思っております。まあそれでもですね皆さんいかがだったでしょうか。この RX100M7 って5年前ぐらいのカメラですからね、5年前でここまでの性能でこれだけのね写真や動画撮れるっていうのはすごく、まあ、非常にね素晴らしいカメラなんじゃないかなというふうに思います。まあ、価格はややねやっぱ高い気がするんですけれども、まあ、でもこのね質感の写真が気軽に撮れるのであれば、まあ、安いのかなっていうふうに思ったりしますね。まあ、変にまあフルサイズのミラーレスとかを買ってこうレンズとかもねあれこれガチャガチャ付け替えたりするとか、まあ、カバンを圧縮するぐらいならこのね1個だけ持ち歩いてお出かけするっていうのがまあ1個の正解だったりするのかもしれません。という感じで皆さんはいかが思いましたでしょうか。ぜひね皆さんあの思ったことであったりとか、よかったらこのカメラも使ってみてくださいとかねあればね、僕もあのいろんなカメラを使ってみて、その中でも本当におすすめできるものをね皆さんにご紹介していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひねあの皆さんリクエストとかあればコメントで書き込んでいただけると嬉しいなというふうに思っております。というわけで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はねこの辺にしたいと思います。この動画がいいなというふうに思ってくださった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。